皆さんどうもこんにちは。今回料理するんですけれども、タケノコを使いたいと思います。タケノコ最近旬だから丸々1個売ってますよね。で、このタケノコ実は結構大きくて、キビちゃんと比較するとね、見える好きなんよ。分かったからさ、追っかけすぎ追っかけすぎ追っかけすぎ、こんぐらい大体同じぐらいあるんですわ。キビちゃんと比較しても大体同じぐらいあるんですね。このすごい大きいタケノコを使ってキッシュを作っていきたいと思います。キッチンに置くだけでもかなりでかいことが伺えると思います。切っていきたいと思うんですけども、まな板にね、ちょっとなかなかね入らないんですが、ちょっとこの皮を剥いでいきますね。こんな経験なかなかできないですよね。結構皮が綺麗、なんか毛が生えてるんですね、タケノコって。見えるでしょうかね、なんかイノシシみたいなね、テクスチャーなんですよ。ふわふわしてます。ぬいぐるみが作れそう。下の部分をある程度剥いであげると、こうやってなんかタケノコの根っこの部分がこう出てくると思いますので、そうしたらですね、包丁で斜めに切っていきたいと思います。こうですね、こうですね、こうですね、こうですね。結構繊維質だから、包丁はしっかり研いであげないと切りにくいと思います。下の汚い部分もカットしてあげましょう。頭の部分ですね、これを斜めに切ってあげます。カット、あ、横にしたら横になってきた。うわー、綺麗。これ何重にもそうなってるんですね。まるで木の幹みたいな感じでなんかなっているから、結構切りにくかったんだなと思います。次に、切り込みを入れてあげます。ザクッと。こうですね、こう切り込みを入れることによってアクが抜けるようになります。鍋に入らないぐらいでかいんで、ちょっと切れる部分はね、大幅にカットしていきますね。この木の年輪みたいになってるやつは食べれないから、ちょっと切ってしまいたいと思いますな。OK! で、これで入るかな。入らへんやないかーい。食える部分だけ入れちゃおう。これで OK。タケノコを切ったらキッチンが大惨事になりました。じゃあお湯入れます。ほとんどね、ぶった切った状態でアク抜きをすることになりました。米ぬかと鷹の爪を入れます。茹でます。今ですね、アク取りをしているんですけれども、これ竹串がなタケノコにスッと入るまで湯がかなくちゃいけないので、かなり時間があります。だから次はキッシュの材料を炒めていきたいと思います。今回使うのはまず舞茸ですね。これをスライスしていきます。キッシュにねやるときは薄くしたいですね、私は。薄くします。そっちの方がですね、キッシュがですねぎっしり詰まるんですね。結構バサバサとかさが出てしまうと、その分ですね、詰まりの悪いキッシュになってしまいます。で、軽く炒めていきます。キノコっていうのはやっぱり温度をね上げて加熱した方が香りが立つんですよ。だからこそ、ちょっとねキッシュに入れる前にですね、ある程度ね火を通しておきたいと思います。次はほうれん草を切っていくんですけど、コツがあって、最初ね、このお尻の部分を切るじゃないですか。お尻の部分を切ったら、お尻の部分を水につけておきましょう。そしたらですね、シュウ酸っていうものが含まれてるんですよ、ほうれん草には。それって尿路結石の原因になったりします。で、これは水につけておくとすぐに水に溶けてくれる物質なんです。しかもシュウ酸はほうれん草の中の茎に多いんですよ。だから茎からすぐにシャーッと出てきてくれます。これがなくなると美味しくなるし、健康にもいいし、ジャリジャリした食感もなくなるので、ぜひやってみましょう。タケノコには落とし蓋をしておきました。ほうれん草が5分から10分ぐらい水につけれた人はですね、ほうれん草をですね、おざっくりとみじん切りにしてください。みじん切りじゃないです。ではざく切りにしたほうれん草をキノコを炒めているフライパンに投入します。ほうれん草かなりかさがあるんで、しっかりと炒めてかさを減らしましょう。キッシュっていうのは結構卵を多く使うんですが、卵を使った生地よりもぎっしりと中の具材が詰まってた方が美味しいんですよ。美味しいんですね。
それにせっかくキッシュを作るんだから野菜をたくさん取りたいと思うんです。だからこそ野菜をまず炒めておいて傘を減らしてその分キッシュの中にたくさん野菜を入れたいんです。そうすれば1日に取れる野菜の量もかなり上がると思います。1日に取るべき野菜の量は 800g だと言われていますが、まあ物理的に1日 800g を取れる人なんてほとんどいないはずなんですよ。だからこそこうやってたくさんほうれん草を炒めたくさんほうれん草を炒めることによって野菜を取りやすくするというのが狙いです。ちょっと塩を入れてあげると浸透圧が調整されて、ほうれん草の中の水分が抜けやすくなります。なので調理がしやすくなるのでぜひやってみましょう。では次はキッシュの中の生地を作ります。今回のキッシュはですねこのガラスの器に入れるんですけれども、まあ、直径がだいたい20センチで、まあ、深さが8センチぐらいです。これぐらいのサイズだったら、卵は4つぐらい使います。ボウルに卵を4つ入れます。軽く混ぜていきます。次にですね、溶いた卵のおよそ半分ぐらいの傘の生クリームを入れます。で、最近生クリームとかバターとかないと思うので、そういう場合は豆乳で代替しても構いません。次はですね、チーズを入れていきます。チーズの傘は卵の半分ぐらいが目安ですけれども、これは完全にお好みです。まあ、たくさん入れたい人はたくさん入れてもいいですね。じゃあ次に塩コショウを入れていきます。でこの時コショウをね多めに入れるのがポイントですね。あのキッシュっていうのはどっちかって言ったらコショウみたいなスパイスの味が感じにくいような料理になるんですね。ということで、まあ、コショウを多めに入れてあげた方がパンチがちゃんと出てきていいと思います。混ぜていきます。これがキッシュのつなぎになっています。タケノコを確認してみます。竹串を刺すんですけれども、はい、スッと入りましたね。ということはできています。で冷まします。では次はですねタケノコを切っていくんですけれども先ほどの野菜たちと一緒に薄く切りますね。薄く切った方がキッシュの中でですね薄くなってきてですねたくさん傘が入るからです。まあ、分厚く切ったらまあそれはそれでゴロゴロとした感触が美味しいとは思うんですけれども、まあ、今回はこうやってひらひらの綺麗なタケノコの食感を味わいたいと思います。いい香りですよ。なんか甘いような香りがして食べるのが本当楽しみですね。次はですね先ほど炒めた具材が冷めたら粗熱が取れたらですねこのつなぎの生地の中に入れていきます。サパサパと変えて入れていきます。はい、こんな感じですね。で今回はですねこのキッシュに肉類を一切入れていませんがお好みで入れてあげてください。基本的にはベーコンとかですねパンチェッタが肉類としてかなり合います。ただまあ今回はですね私ちょっと加工食品は食べない生活を送っているので控えています。まあ、その代わりですね鶏胸肉とか鶏もも肉とかをさっと炒めてから同じようにこうやって卵液の中に入れてあげてもいいんじゃないかと思います。パイシートをあらかじめ伸ばしておいてください。そしたらですね、はい、このパイ型の中に敷いていきます。パイシートって意外と伸びるんで1枚でいける人は1枚でいきましょう。でパイシートのバターの香りをもっと楽しみたいよっていう方はですねパイシート2枚とか使うのもありだと思います。まあ、そこは完全にお好みです。破れないように指で優しくねツンツンと押す感じでやっていくといいと思います。作った具材を入れていきたいと思います。タケノコが少し角張っているんでパイシートを破らないようになるべくこう箸で置くようにやっていきたいと思います。ある程度底の部分に具材が敷けたらあとはこう流し込んでも OK ですね。はい、まあおおよそほぼほぼちょうどだったなということです。はい、全部入りました。あとはこう馴染ませていきたいと思います。ちょうどですね、本当にちょうど良かった。ちょっと見栄えを意識してトマトをまぶしました。ではこれで、オーブンに入れていきます。オーブンは180度で予熱しました。でこの状態で、まあ、40分が目安なんですけれども私はがっつり50分焼きたいと思います。
熱いので本当に気をつけてくださいね。ここは、はい、入れました。スタート。はい、これで50分待ちましょう。できました。がっつりと火を通したはずなんですけれども、どれくらい焼けてるか見ていきたいと思います。でこの時本当に熱いんで不用意に手を近づけないでください。で竹串で刺してシュッと入って抜いた時に、まあ、液がついてなかったら合格です。ついてないので合格です。はい、安全に運ぶことができました。これがですね、旬のタケノコを使ったキッシュでございます。実際熱々のうちに食べてもすごく美味しいんですけれども、私は一回冷ましたいと思います。なんでかっていうと、まあ、こんなに分厚いキッシュですから、あの真ん中の部分っていうのはね、まだ実際にですね火が通りきってないことがあるんですよ。まあ、刺してる限りは全然大丈夫ですけど、一回冷やしたら中の卵の液も固まるんで、まあ、ジュクジュクにならずに済むから置いておきたいと思います。はい、キッシュをですね一晩冷蔵庫で冷ましておきました。こうすることによって、ぐっと生地の、縮まりが強くなってですね、キッシュが崩れることがなくなります。一応ですね、あの昨日の夜のうちに底を外しておいてキッチンペーパーをね敷いておいたので、これでですね剥がれやすくなっています。取ってみます。ちょっと見栄え悪くてすいませんね。よっこいしょ。はい、キッシュです。めっちゃホームメイド感ありますね。それじゃあですね、切り分けてレンチンしていきたいと思います。まあ、あの夏場だったら冷えた状態のキッシュを食べても美味しいっちゃ美味しいだろうけど、やっぱり卵料理は熱々の方がうまい気もしますね。がっつり昼ご飯に食べたいとか、なんか朝ごはん抜いててこれはブランチなんだっていう人は、もしかしたらですね、あの4等分でも美味しいかもしれませんね。断面はこんな感じになっています。すごくぎっしりほうれん草とタケノコ詰まっているのがわかると思います。これがですね、むちゃくちゃ食べ応えが良くなるんですよ。まあ、ほうれん草とかタケノコとかを薄く細く切って炒めておくことでかさを減らしています。もしそうしないとですね、まあ、中がスカスカになってしまうので、あの食べ応えがなくなると思うんですね。なのでコツとしては、最初は野菜たちをしっかりしんなりさせておくということですね。はい、ではこんな感じでキッシュができましたので、取り分けてみました。食べてみましょうか。いいですね。硬いんですよこのキッシュ。うん、やっぱり中に具がたくさん詰まってるから、あのよかったらナイフとか使ってもいいかもしれませんね。ちょっとねテーブルナイフがあったらそれで切った方がいいかもしれません。いただきます。優しい旨味が伝わってきますね。タケノコのサクサクとした感触が心地いいんですけれども、タケノコだけでは淡白になりすぎるから、トマトとかキノコとかギュッと旨味成分が詰まった食材も一緒にやってあげるのが大正解だと思いました。まあ、チーズと卵が入ってるんでタンパク源は十分あります。意外とねお肉類入れなくても食べ応えあるというふうに感じています。ということで皆さん、今は鳥が鳴いていますね。あのということで、今本当自粛中でですね、例えばスターバックスみたいなおしゃれなカフェにもなかなか行けないですよね。そんな時に自分の家でも実際に、ね、おしゃれなカフェの料理を食べてみませんか。キッシュはですね、意外と難しそうに見えて簡単な料理だと思うのでおすすめです。今回の動画も見てくださってありがとうございました。自粛中だからこそ新しいことにチャレンジして新しい刺激を取り入れるいい機会だと思っております。自分たちで試行錯誤して成長していきましょう。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。